1月13日発表の大国新規感染者数、対全国では8167名、回復した人は3845名、感染累計者は77,022名、回復者累計は39,486名、昨日亡くなった方は14名、現在治療中の方は7591名、チェンマイ県では195名の新規感染者が出ています。米の価格が上がった。豚肉、鶏肉、卵が市場全体で高値になっていることが確認できますが、最近もち米の値段が1袋150バーツ上がりました。2022年1月13日、ニュースチームはトンパヨム市場を調査しました。もちもちしたお米、カオニャオは年末の1袋あたり750バーツから価格が上昇して、現在1袋あたり900バーツになりました。年を挟んで約 16% 上昇、重さは不明。その他、鶏卵は70バーツから75バーツに、鶏肉は各種キロあたり5バーツの上昇となっていました。チェンマイ県は今年初めから人々の生活費を助ける取り組みを行っておりますが、依然として物価の高騰は続いており、多品種にわたり広がっていることが確認できます。ATK 35バーツ。政府製薬組織は1月14日から店内とオンラインの両方で1セットあたり35バーツで ATK COVID 検査キットを販売します。政府製薬機構の副所長は GPO は1セットあたり35バーツ300万セットの価格で一般に販売され、2022年1月14日金曜日からGPO の薬局、GPO のオンライン配布用の8つの支店すべてを通じて販売されます。ネット販売部門では2022年1月17日月曜日からウェブサイトで開始されます。興味のある方は、ラーチャテオイー薬局という薬局組織の8つの支店すべてで購入できます。1個あたり 2.90 バーツ。国内貿易局は、エッグファーマーズアソシエーションと手を組み、状況が解決するまで農場前の鶏卵の盛り合わせ価格を 2.90 バーツに固定しました。2022年1月13日、内部貿易局の渡名サックスエアーム局長は、人々の生活費を削減するために、卵の調達者のコストの問題を認識し、状況が改善するまで、卵農家には、1個 2.9 バーツに固定するよう協力を求めました。商品の買いだめ、または不当な価格での販売が判明した場合、あなたは、国内貿易局ホットライン1569に報告することができ、該当する者は7年の懲役、14万バーツの罰金、またはその両方を課されます。風土病になる。2022年1月12日、保健省の事務次官であるキアッチプム・オングレーシット博士は、タイにおける COVID-19 の現状は安定していると述べた。昨年から感染が増え、今後は2022年末までに、風土病になる可能性があります。と語りました。風土病、ではない。世界保健機構は、ウイルスは、急速に変異する、可能性があるため、COVID-19 が、風土病であると言ってはいけません。風土病とはまだ言えない。と見解を発表しました。緊急に価格を固定するために命令する。2022年1月13日、首相官邸のスポークスマンである田中鬼氏は、消費者製品、特に生鮮食品の価格調整の状況により、価格が徐々に上昇していることを明らかにし、首相と国防省は懸念を表明しました。商工省などの関連機関に、またエネルギー省は、重要な消費者製品の製造業者との話し合いとフォローアップを加速します。人々の生活費の負担を減らすために、いくつかの製品価格を凍結するよう調整していきます。と語りました。
途中ですが、チャンネル登録、この動画が良かったら、グッドボタンをよろしくお願いいたします。Thank you.
チャンネル登録、ありがとうございます。